商品レビュー専門の J です。なんか嫌な時代になりましたよね。もう周りを信じられない。まあそれお前だけだろうって言われそうだけど、まあ売られてるものを見れば人同士信用してないな、昔からそうなんですよね。どういうことか。人を監視するためのグッズ、特に隠しカメラ、最近売ってるんですよ。売ってるということは市場調査でニーズがある、そう踏んだわけなんですよね。だから人を疑ってる人多いわけなんですよ。まあほんとそういう時代なんですよね。だから今回のレビュー、まあどうしても使わないといけない、あーもうやばいな、そう思った時のための隠しカメラですね。あ、言っちゃった、隠しカメラです。シルバーオーシャン様から提供を受けましたシルバシーのカメラ、こちらです。といってもどこにカメラ、 USB メモリーがあるだけだろ。こちら、見た目 USB メモリーですよね。ちょっと大きいかなと思うけど、そう思った人危ないです。これカメラです。ここにレンズがありまして撮影できます。まあ、正確にはカメラというよりスパイグッズですね。音声の録画、静止画、そして動画、まあ、あとは動体検知で動いたものがあれば動画を撮影する。まあ、どう考えてもスパイ用途ですよね。使い方、この中にメモリー入ってないですので、別途マイクロ SD カードを用意してください。キャップを外す。それマイクロ SD カードをここに差し込む。ただこれ使い方にすっごい癖があります。だからよく覚えて使ってください。まずは電源の入れ方。ボタンが2つある側。この部分の USB ポート側。ここは電源ですね。電源入りました。そして次に電源の横。ここは静止画動画関連です。この状態で1回押す。これで静止画1枚撮れました。撮れてますね。それ次に動画。長押しです。これ動画記録されてますね。今、このカメラで動画を収録してます。こんな感じで撮れてますね。こんな感じで撮れてます。これ停止。あとは音の記録。これは電源ボタンを短押し。これで音声の録画されてますね。だからスパイ用の IC レコーダーとして使います。ポケットの中で探って、今の音声取りたい。その場合音声として起動できますからね。あとは一つあるボタンの方。こちらが動体検知ですね。操作したとき、バイブレーションでわかります。まあ、ちょっとバイブレーションが大きいですので、まあ、場所によってはバレちゃうかもしれないけど、ポケットの中でスマホ操作してるな。まあ、そう思われる程度なのかなと思いますね。画質とか良くない。ただ作品を撮るわけじゃなくて、自分の身を守るために、録画する、録音するわけですからね。だから問題ないのかなと思います。まあ、あと、スパイカメラ用途以外には、これを鉄道模型の先頭車両とかに積めば、オンボードカメラ的な録画もできますね。そういうエンタメ向けでも使えます。ただもう、スパイカメラが9割型の用途ですね。この形ですからね。もう偽装してますからね。まあ、残念な時代になりましたけど、いよいよスパイカメラが必要だ。そう思った人。ぜひこちら、シルバーシーの USB カメラ、手に入れてみてください。シルバーオーシャンの提供、今日も商品レビュー専門の動画、見てくれてありがとうございました。